どうもランチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。新年2発目の動画ということで、どんなん作ろうかなってちょっと悩んでたんですけども、今年登場する予定ですでに発覚している武将たちっていうのをですね、一本の動画にまとめて紹介していきたいかなと思います。それを知っておくことによってですね、新戦の先の楽しみみたいなのもですね、常に持ちながらプレイできるんじゃないかということで、新年に合ってるかということでですね、今回作ることにさせていただきました。そしたら始めていきましょう。まず SP 関羽ですね。こちらの武将に関しては2024年に登場する武将の中では目玉武将の位置づけになるみたいですね。2023年でいうところの SP 純育や SP 閣下の位置づけになるんじゃないかと思います。でスペックの高さっていうのはですね、 SP じゃない関羽とですね、あまり変わってはないっていうところになるんですけども、相変わらず高いということになってますね。武力と統率に関しては初期値97で、伸びも非常に高いということで、全武将の中でもトップクラスの高さということになってます。ただこの武将の強みっていうのは、属性の高さっていうのだけでなくてですね、固有戦法の内容も非常にいいということになってるんですね。それがこちら、水炎七軍って読むんですかね。アクティブ戦法で発動確率は 50% です。敵軍2人を水滴状態にするという内容になってるんですね。でダメージ率は 96%、 武力の影響を受けて自身が死傷の場合ダメージ率は 108% になるということなんですけども、この水滴状態にですね、追加効果があるということなんですね。この戦法の2回目以降の発動前に敵軍複数の平均比ダメージを 20% 上昇させ一旦持続するということで、その相手がですね、平均ダメージを受けやすい状況にして、でダメージを与えていくということですね。なのでこれはですね、関羽以外の武将の平均ダメージっていうのも上がるということになりますので、平均ダメージに弱い部隊からしたらですね、結構怖い内容かなと思いますね。この戦法の3回目以降の発動時 40% の確率で敵軍全体の中で水滴状態の敵の水滴状態のダメージを即時に決算するということなんですけども、これはどういうことなんでしょうね。持続性状態っていうのは、その状態になっている敵が動くときにダメージが入りますよね。なんですけども、この戦法の場合はですね、3回目以降の発動時にですね、その相手が動くときに与えるダメージっていうのをですね、そのタイミングで与えるっていうことなんだと思います。でそうなったとしてもですね、水滴状態は消えないということになってるので、相手が動くときはまたその時にダメージが入るということでですね、これの火力っていうのは結構出そうだなという気がしますね。でこの戦法の4回目の発動後、水滴状態の敵に平均ダメージを与えるということになってるんで、この水滴状態になっている状態でもう1回4回目っていうことになるとですね、かなり強力なダメージが入るということでですね、まあアクティブ戦法で発動確率 50% 結構高めということになりますので、この4回目の発動っていうのもですね、期待できるということで、これが火力が結構出るということみたいなんですね。次は SP 宝徳ですね。9の宝徳と言いますと、属性は結構高いんですけども、固有戦法の内容が残念すぎて、なかなか使いにくいと、戦場でほとんど見かけない武将ということになってるわけなんですけども、SP になることによってですね、戦場で見かけるようになったら嬉しいなと思いますね。個人的にはこの宝徳っていう人物、非常に好きな人物ではあるんですけどね。そしたら固有戦法の内容を見ていきましょうか。視線付帯って読むかな。パッシブ戦法ということになってます。混乱耐性を獲得するとあるんですけども、混乱ってかなり厄介なので、この耐性ができるというのはありがたいですね。で自身がダメージを受けた時 80% の確率で、蓄意効果っていうのかなを1つ得る、最大20まで蓄積可能ということが書いてるので、できたらこの宝徳にですね、ダメージが集中するようにしたいですよね。それによってですね、この蓄意効果っていうのが得られるということでね、20まで貯める言ったら相当だと思うので、まあ相手が手数が多いような部隊ですねっていう時はですね、結構貯めやすいかもしれないですね。で通常攻撃後 50% の確率で蓄意効果を1つ消費し、敵軍単体に平均ダメージを与える。この効果は通常攻撃後に続けて発動可能で、発動するごとに発動率が 8% 下がる。通常攻撃ごとに最大5回まで発動可能ということになっているので、この宝徳がですね、通常攻撃打ったらですね、この蓄意効果っていうのをですね、最大5つ消費してですね、でダメージを与え続けるということなんですけども、確実に発動するわけではなくてですね、 50% っていう確率で、しかも発動するごとに発動率は 8% ずつ下がっていきますよっていうことになりますので、5回発動したら結構えぐいダメージになると思いますけども、そうなるタイミングっていうのはなかなかないんじゃないかっていうところですね。なのでダメージを食らいつつですね、なおこう連撃状態を得られてるみたいなのがですね、この宝徳にはベストっていうことになるかもしれないんですけども、まあそれ全部が全部満たすって言ったらなかなか難しいような気はしますけどね。まあ例えば満潮とかと組んだ場合はですね、満潮が
宝徳に援護さして、で宝徳になんか来決戦みたいな連撃の、戦法を覚えさせるみたいなことになれば可能かもしれないんですけど、そうすることによって強くなるかどうかっていうのは分かりませんから、今のところこうしたらいいですよっていうのはお伝えしにくい部分はあるんですけども、旧の宝徳に比べて、まあ戦法内容っていうのはかなり良くなったなっていう気がしますよね。旧宝徳の固有戦法といいますと、もう使う気にならないような内容だったんですけども、この戦法だったらなかなかいいといいますか、ちょっと使ってみたいなって思えるような内容になってますよね。次は SP カウント SP 宝徳の継承戦法を見ていきましょう。共通ということになってて、中遊亀裂というパッシブ戦法ですね。戦闘中毎ターン 60% の確率で以下の効果を得る。アクティブ戦法は発動率が 6% 上昇、これが武力の影響を受けるので、まあ、8-9% ぐらいにはなるんじゃないかと思いますね。で、武力と統率と知力は45ポイント上昇して 28% の離反を獲得と、効果は一旦持続し、それぞれ独立判定ということが書いてるので、おそらくこのアクティブ戦法発動率 6% アップっていうのを、当選してもですね、武力統率知力45ポイント上昇っていうのは当選しないみたいなことがあるんじゃないかと予想されますね。で、こちらの戦法なんですけど、結構 SP カウンに覚えさせられるシーンがあるみたいなんですよね。なんで SP 宝徳をですね、餌にして入手することになるんじゃないかなと思うんですけども、 SP 宝徳も捨てがたいんでね、結構悩ましいところですよね。はい、次はバチューですね。ちょっと画像がですね、前の動画の引用ということになってますので非常に雑な感じになっちゃってるんですけど、ちょっと今はわからないですけど、バチューのですね、さっきの武将画面みたいな画像っていうのがですね、当時は見当たらなかったということでこのような形にさせていただいてるんですけども、5の武将ですね。で、コストは6ということでそこそこ高めで、で、属性っていうのはですね、先ほどの関羽や宝徳に比べるとですね、まあ低めっていうことにはなってますね。ただ兵士適性的に言うとですね、まあ弓が S で盾槍兵器と A ということになってますので、最悪兵器運用も可能というような武将になってます。次、固有戦法の内容を見ていきたいんですけども、アクティブ戦法で発動確率 35% で準備ターンがあるということで、かなり重たい戦法ということになりますね。一旦準備し、敵軍2人に 260% 平均ダメージを与えるということなんですけど、これはまあまあの火力ですね。ただこの武将のメインはここではなくて、次からですね、敵軍単体を 60% の確率で捕獲状態にする、2ターン持続するということなんですけど、この捕獲状態っていうのが面白くて、強行プラス虚弱プラス技法プラス回復無不幸プラス味方から選択されないプラス弱体解除不可ということでですね、マジのガチで何にもできなくなるっていうことですね。もうその強行っていうことで通常攻撃とか打てないですし、まあそれで突撃戦法も当然打てなくなりますよね。で、アクティブ戦法も打てないと、で、虚弱になるということでですね、パッシブ戦法とか指揮戦法でダメージを与えることもできないと、で、技法状態になるということでですね、パッシブ戦法や指揮戦法によるですね、味方へのバフとかもないということですね。で、回復無効ということでですね、全体回復みたいな戦法の対象になったとしてもですね、回復してくれないと、で、味方から選択されないっていうのはですね、これはまあその味方からバフを付与されるとかいうことがないっていうことになると思いますね。で、最後弱体解除不可ということでですね、滑骨領得とか操船作戦でこの捕獲状態っていうのを解除することはできないということで、もう完全に一人無効化できるっていうことで、これはかなり面白い戦法ですよね。もしメインアタッカー一人みたいなね、舞台だったらですね、これ食らっちゃうとマジでその2ターンの間何もできなくなってしまうということで、しかも解除もできないということになるとですね、なかなか厳しいですよね。ちょっとわからないのが、洞察状態になっている相手にですね、これを使ったらどうなるかっていうところですよね。まあ、チョウなんかが代表されると思うんですけど、チョウは捕獲状態にならないとかいうことになりますと、洞察っていうのの価値っていうのが結構上がりそうな感じがしますね。で、捕獲状態の武将は同時に1人まで、捕獲状態の敵がいる状態で捕獲状態を付与しようとしたとき、敵軍単体に 260% 平均ダメージを付与するということですね。で、一応これ5の武将ということになってるんですけど、操縦とかと組んだときにこの捕獲状態って延長できるんですかね。延長できたら結構エグいなと思うんですけども、登場するのが、待ち遠しい武将の1人ということになってると思います。次、継承戦法なんですけども、表記では固有戦法になってますね。大変失礼いたしました。で、式戦法で、自軍複数が準備戦法の発動準備に入った時、75% の確率で、発動者に 15% の会心と希望付与、2回重ね掛け可能、2ターン持続するということですね。なんで、準備戦法っていうのをですね、たくさん積んでいるような部隊にですね、この戦法は合ってるということになると思うんですけど、
これ義援とかどうなるんですかね。義援の場合は準備ターンをですねカットするみたいなこういう戦法になってると思うんですけども、優先がどっちになるかって言ったらパッシブの方かなと思うんで、義援の方が優先されるんですかねっていうことになると、発動準備に入らないイコールこの式戦法の対象にはならないっていうことになってしまうんですかね。この辺もちょっとまだ使ってみてないのでわからんところではあるんですけども、気になるところかなと思います。ただ個人的にはそこまで魅力的な継承戦法だとも思わなかったですね。次は SP 候補数ですね。劉備や曹操、孫権の一つ前の世代って言ったらいいですかね、の武将ということで、結構レジェンドクラスの人物ということですが、兵士適性がすごいですよね。やり S、兵器 S で残り全部 A ということで、相当そのいろんな編成で使えるということになると思いますね。また統率も非常に高いということで、属性も侮れないということになってます。次こういう戦法見ていきましょうか。式戦法ですね。戦闘1ターン目において自軍全体の被ダメージを 39% 減らすということですね。で首相時は 42% になって、自身の最高属性の影響を受けるということになりますので、まあおそらく統率かなと思うんですけども、まあ 50% ぐらいは減らしてくれるんじゃないかなと思うんですよね。これはかなり減らしてくれるって言ってもいいんじゃないでしょうか。で自身は毎ターン 40% の確率で自軍首相を浄化し、その首相の武力統率知力を 3% 上昇させる、各知力の影響を受けて2ターン持続するということなんですけども、これ浄化するって弱体を解除してくれるっていうことなんですかね。一応継承戦法に浄化っていうのがあるんですけど、これに関しては弱体を解除してくれるっていうことになりますので、そういうことかと思いますね。でプラスアルファ属性も上げてくれるということみたいなので、まあ、首相がメインアタッカーのような部隊の方がいいんじゃないかなっていう気はしますね。次継承戦法を見ていきましょうか。パッシブ戦法で、戦闘中奇数ターンに自身の被ダメージを 25% 減らし、偶数ターンに自身の統率知力を30ポイント上昇させるという内容ですね。これはどうでしょうね、ちょっと使いにくそうな感じはするんですけども、絶対に落ちてほしくないような武将に覚えさせるといいんじゃないかなと思いますね。統率とか知力がですね、まあ、耐久力によったような内容になってますからね。ということでですね、ヒーラーとかに覚えさせるっていうことが良さそうな感じはするんですけど、これ全部自身だけっていうことになってるので、結構使いにくそうな継承戦法だなという印象を受けました。でこちら SP 重宝ですね。星4武将からの昇格という形では SP 候補数と同じということになるんですけども、属性なんかはですねほとんど変わらないということになってますね。兵士適性なんかもしっかりということなんですけども、盾が S で弓と槍が A ということでですね、割と使いやすそうな感じがしますね。兵器も S ということで、そもそも星4武将の重宝っていうのがですね、コストも低くて、あと兵器 S ということで非常に使いやすいと言いますか、誰しもがキープしてですね、兵器部隊に入れてるような武将になってるんじゃないかと思います。で次固有戦法見ていきたいんですけど、久漱石って読むんですかね、アクティブ戦法で発動率は 50% ということになってるんですけど、これの内容もかなり面白いんですよね。奇数ターンに発動時、敵軍2人の知力を 36% 減少させて、でさらに水滴状態を付与するということなんですね。なので水滴の方がメインになりそうな感じはしますけどね。で偶数ターンに発動時、敵軍単体の武力と知力を交換するということなんですね。これは今までなかったケースですよね。例えば張飛とか呂布のようにですね、武力は高いけど知力は低いみたいな武将の場合ですね、これがひっくり返っちゃうとですね、まあその何もできなくなりそうな感じがしますよね。逆に脅威とか各将のようにですね、武力も知力も高いっていう武将の場合だと交換されても特に問題はないかなというところですね。でさらに砂嵐状態にするということで、こちらのダメージっていうのはですね 108% ということで水滴より高いんですけども、敵軍単体に付与するという形になります。次は長領ですね。こちらも星4武将からの昇格というわけなんですけども、長領の方はあんまり星4で戦場で見かけることはなかったですね。で次固有戦法なんですけど、これ集積精金って読むんですかね。アクティブ戦法発動率 50% です。でこちらの戦法に関しては魅力依存の部分があるんですよね。奇数ターン発動時、自軍全体の統率を68ポイント増やすということですね。で黄金武将に付与時、首相の魅力依存ということなんですけど、首相の魅力が高かったらですね、黄金武将に対してはもっと、上げてくれるということになりますね。また自軍首相より魅力が低い敵軍武将に回復無効付与2ターン持続そうということなんですけど、これ回復もこう2ターン続って言ったら結構きついかなと思いますので、この制御っていうのはかなり厚いんですけど、まあ首相より魅力が低い敵軍武将っていう縛りがあるわけなんですよね。
ただですね、まあ、例えば聴覚のようにですね、情報聴領とですね、組ますとですね、黄金の乱というですね、絆効果が発動するような非常に相性のいいような武将と組んだとき、聴覚がまあ首相で使うことになると思うんですけど、聴覚の魅力ってめちゃめちゃ高いんですよね。なんでこの回復もこう付与する機会っていうのはかなり多いと思いますので、黄金軍で組むといいということになりますね。偶数ターン発動時、自軍全体のアクティブ戦法と突撃戦法からの火ダメを 24% 減少、黄金武将に付与時統率依存ということになってますので、もうこの武将っていうのは黄金系の武将と組ますことが前提になってるみたいなところはあると思います。次、継承戦法を見ていきましょうか。疾風襲って読むんですかね。ちょっと漢字の読み方間違ってたら大変申し訳ないんですけど、ちょっと日本では見かけない漢字が多すぎて綺麗に読めないところがあるんですよね。で、アクティブ戦法発動確率 40% です。敵軍単体にランダムで3から4回平均ダメージを与える。3回目の攻撃はダメージプラス回復無効も付与するということなんですけど、こちらの戦法は郵送飛燕の完全上位互換っていうことになりそうですね。で、その内容っていうのもかなり強そうなので、僕はこの戦法結構期待してるところはあるんですよね。郵送飛燕と合うような武将に覚えさせたらですね、かなり活躍してくれる戦法になってるんじゃないかと思います。次は菊儀ですね。この武将はですね、久しぶりに追加される兵種戦法を固有戦法としている武将ということになってますので、まあ、その使い勝手っていうのはですね、実際戦場で見かけてみないとわからないところはあるんですけども、結構楽しみですよね。で、その戦法の内容ですね、戦闘志士ですね、自軍全体が襲撃体制を獲得ということでですね、これは敵機口メタみたいな戦法っていうことですね。なんで弓の編成って速攻型に弱いようなイメージがですね、どうしてもあるんじゃないかなと思うんですけども、この戦闘士覚えさせてたらですね、その敵基地による先行っていうのは抑えられるかなっていうところではあります。ただですね、襲撃が抑えられたとしてもですね、速度を上回らないと相手より先に動けないっていうところがありますので、なかなか難しいところではありますよね。まあ万能ではないということみたいです。で、火ダメージ 40% の確率で以下の効果を得る。火ダメ武将残存兵力割合が余ダメ武将残存兵力割合より低い場合、余ダメ武将の統率を21ダッシュするということなんですけど、なんでこれダメージ受けた方が死にかかってる時っていうことかな、統率を奪いますよと。そうじゃない時は余ダメ武将のアクティブ戦法発動率を 3% 下げる。2ターン持続し4回重ね掛け可能ということなんですけど、まあこれアクティブ戦法持ってる武将だったらですね、重ね掛けされたら結構きついかなと思うんですけど、そうじゃない場合っていうのだとですね、この効果って特に美味しくないということになりますので、個人的にはこの兵種戦法は評価できないところはあるかなと思います。ただ使ってみたら強かったみたいなケースは多いので、話半分に聞いといていただけたらと思います。最後は SP 送信ですね。諸葛亮の北伐ではですね、この武将がですね、諸葛亮ことごとく弾いたということになってるんですけども、三国志演義ではその手柄っていうのを全部芝居に奪われたというかわいそうな人物ではあります。で、こちらの人物に関しては S が2つあるということでね、騎兵と盾が S ということで、かなり使いやすそうな感じはしますね。次、固有戦法を見ていきましょう。指揮戦法ということですね。自軍2人から3人が通常攻撃を受けたとき、50% の確率でその攻撃者の火ダメを 6% 上昇、3回重ね掛け可能ということなので、これうまく3回重ね掛けできたらですね、 18% しかも統率依存ということになりますので、 25% ぐらいは火ダメ上昇するんじゃないかなということで、結構でかいですよね。なんで連撃なんかを持ってる武将だったりするとですね、この、SP 送信とは当たりたくないなっていう気がするんじゃないかなと思います。で、上記効果が1ターン目に発動時ということでですね、1ターン目にダメージを受けた時っていうことかな、攻撃者の武力大なり知力なら封印付与ということですね。なんで、通常攻撃が打てなくなるんですけども、イコール突撃戦法が打てなくなると。で、突撃戦法のメインって、まあ、速攻型の1ターン目っていうことだったらですね、武力が高いような武将が使ってることがほとんどなので、この封印っていうのは痛いんじゃないかなと思いますね。2ターン目に突撃戦法が打てないみたいなことになるんじゃないかなと思います。で、知力大なり武力なら最新付与ということなんですけど、これは軽力ダメージを付与してくるような武将ですね。まあ憲法破砕とか国敵聖書は別なんですけども、それ以外ってなったらですね、割とアクティブ戦法がメインになってるんじゃないかと思いますので、この最新も痛いということでですね、敵の嫌なことされたら嫌なことっていうのをですね、うまくやっていけるみたいな固有戦法になってると思います。次、継承戦法なんですけど、これもまた面白そうなんですよね。ただ注意したいのが、槍と盾では発動しないということですね。騎兵と弓でしか使えない、戦法ということになってます。兵力最低、武力最高、知力最低の敵それぞれに 128% 軽力ダメージを付与ということになってるんですけど、これ被ったら、合計3発ダメージ入れれるようになるんじゃないかと予想してるんですよね。
例えば兵力が低くなってる旅風とかですねになるとですね、かなりダメージを食らっちゃうっていうことになりますよね。旅風って大体部隊の中で武力は最高ですけども知力は最低になってるケースっていうのが多いと思いますので、でさらに一騎打ちなんかしてですね疲弊してるところにですねこの戦法をぶち当てるみたいなことになったらですね、旅風からしたらたまったものではないということになりますので、メタ的な戦法として使えるかもしれないですね。はい、いかがだったでしょうか。現状僕が把握している新武将たちっていうのがですね、このようになってるんですけども、まだ公式発表があったわけではないですし、確定情報というわけでもないということなので、まあもしかしたら間違ってる部分はあるかなということだけご了承いただけたらと思います。で、次回はですね、新戦法としてですね、動画の方を作りたいと思いますので、そちらの方も楽しみにしておいていただけたらと思います。そしたら今回の動画が面白かったとかためになったと思っていただける方はグッドボタンとチャンネル登録、あとツイッターのフォローの方よろしくお願いします。ツイッターのリンクは概要欄です。以上です。ありがとうございました。